夏目とヘアアレンジ動画お団子編。皆様こんにちは、水戸夏目です。今日はヘアアレンジの動画を上げていこうと思うんですけど、よくお団子をやってて、そのお団子のやり方っていうのをみんなに教えていきます。レッツラドン。さて、お団子のやり方、まずは一回髪の毛を内巻きに巻いていきます。毛先を内に巻く感じかな。割とこれはもうまとめちゃうから適当で大丈夫です。適当に毛先をしっかり巻いていきますの方がなんかまとまりやすくなって、私はお団子短い人とかは特にやりやすくなるんじゃないかなって思ってます。この顔周り、私こうやって短い毛があるんですけど、顔周りはしっかりめに内巻きに巻いていきます。こうしたらお団子で短い毛だけこう出てくると思うんですけど、出てきてもこうやって内巻きになってるからいい感じに、ニュアンスが出て良いなと思っている所存です。はい、とりあえず一通りこんな感じで、じゃあ前髪もやっとこう。こんな感じで巻けましたら、次はロレッタのシアーバターっていうものなんですけど、洗い流せないトリートメントにもなっているので髪にもいいから私は重宝しています。重宝。私はこれに白のヘアオイルを混ぜていきます。これ匂いがサボンのやつなんですけど、めっちゃ好きなんですよ、このサボンの香りが。いい匂い、ちょっと甘い系の匂いになります。これを一緒に混ぜて柔らかくしていきます。で、私結構髪の毛も傷んでいるので、オイルがあった方がなんか傷んでる髪の毛特有のなんかヒャンヒャンヒャンっていう毛とかがまとまってくれるので、お団子にするときとかもすごくおすすめです。はい、次なじませていきましたら、まずはこの耳の上あたりをこんな感じでこう平行っていうのまっすぐまとめていきます。こうやってハーフアップになってる状態にまずはしますね。ハーフアップになってる状態でお団子にしたい位置、私はこの辺かな。まずこれをかな。次にこのくくった髪の毛を2つに分けます。2つに分けたらこうくる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 と巻き込む感じで1つにまとめます。こういうちょっと中に入りきれなかった毛はとりあえず置いといて、こっから、こっからぐるっと巻いていきます。ぐる、こんな感じ、見えるかな、こんな感じで巻いていきます。もう一回ゴムを出してきて、このゴムでパコッとしまいます。でもピンでやるとピンに逆らってくる毛とかが出てくるから、よりはゴムでくくった方が私はまとまると思うので、こんな感じでまとめます。ほいでこの残った髪の毛をこ
こっちか。まずまた上の方でまとめていきます。で、見えるかな、上の方でまとめていったらゴムでくくります。お団子のくくってる途中みたいな感じでお団子にします。だからこういう感じ、これでちっちゃいお団子ができました。これで OK。 ここから見るとこんな感じ、後ろこんな感じ。ほいでちょっとやっぱり短い毛がこうポコって出てくるので、一緒にこう上げます。上げてピンで止めます。でこっちも同じように届かなかった髪の毛を止めます。こんな感じ。これで短いとやっぱりこの後ろの毛をピンでバチ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 って止めないとダメやし、なんかそうするとやっぱ後ろって見えないから結構不格好ななんか感じになっちゃうのが私嫌で、だったらもうくくっちゃおうと思って2つのお団子を作っています。巻いちゃいますね。で耳にかけたりとかして、こういうピョコンっていうニュアンスが出たり、そういうのをちょっと楽しみながらやっています。でこういう残った毛とかも巻いちゃいます。この辺やけど注意注意注意な感じですね。はい。で、さっきの手に結構オイルとかシアバターが残ってたりするので、それで前髪を整えていきます。で、この辺とかに細かい毛とかがやっぱ短いとピョンピョンピョンって出るのがちょっと気になる時とか、乾燥してる時とか特に気になると思うんですけど、そういう時はまとまげヘアスタイリングスティックっていうのを使います。まとまげ、まとまげって名前ないよこれを気になるとこシュッシュッと、これもあんまりベタって塗りすぎるとちょっときっちりしすぎちゃうから、ちょっとふわふわが出ててもこういいニュアンスが出てくれるんじゃないかなと思うので、ほんとちょっとシュッシュッと触れる程度でまとめていきます。こんな感じです。これで完成です。結構簡単なのでみんなもやってみてください。さいさい。次回予告だよ。ヘアアレンジ動画最後まで見てくれた皆さんありがとうございます。次回はここからヘア小物を使っていくヘアアレンジ応用編的な動画をアップしたいと思います。お楽しみに。ですです。ほなねー。